3? いや、これは3ということですか。ちょっと待って、これ指が6本あるな。あれ指が6本ある俺。なんで？これは何か暗示してる？なんで俺指6本あんの？これはケアリスミスか、ピザイクガンマン。なぜ？ちょっとあのね、今日はこの紙芝居がですね、すごい分厚くてめちゃめちゃ内容があるので、このメッセージを少しずつ読解していきましょう、皆さん。ということで、ここから書いていきます。3、左下に書いていきますね。左下に小さく、ということでございます。もうだいぶ情報は揃ったんじゃないでしょうか、この紙芝居。ということで、こっからは皆さん、考えてください。自分で、うん。自分で考えてください。一旦渡します。考えてみよう、みんな。丸投げにしないで、ガンちゃんに。ガンちゃんにすべて丸投げにしないで、考えてみよう、少しは。さあ、ということで、もういいでしょう、こんな茶番は。こんな茶番いいでしょう、もうこれは。3D お披露目、11月12日20時、ああ、なるほどね。ということで、皆さん、本日の重大告知、こちらでございます。ポン、日崎ガンマン 3D お披露目配信、11月12日20時から決定しました。よろしくお願いします。なんと今週でーす。ちょっと早くない？ちょっと待ってね。3D 配信の URL。これですね。これ間違ってねえような URL。なんか、やばいサイトのなんか URL とかじゃないよね。大丈夫だよね。大丈夫？なんかエッチなサイト飛ぶとかじゃないよね。大丈夫だよね。はい、大丈夫です。はい。多分大丈夫です。右から、何かが来てる。僕は、それを、左へ受け流す。いきなりやってきた。右からやってきた。右から左へ、いきなりやってきた。僕はそれを左へ受け流す。ありがとうございます。そんなのお前ケアリスミスどころじゃねえぞ、そんなん。ということで、まあ指は5本です。大丈夫です。まあちょっとこの告知画像もね、ちょっと怪しいな。なんかうちのリスナーがさ、なんか指6本なんじゃねえかって淡い期待を持ってんだよな。まだ淡い期待を、ガンちゃんまだ指6本いけるんじゃないかみたいな。やめて、そのなんか謎の期待いらないです。